っぱりタイトルを一回僕自身は取って、ここでやっぱ取りたいっていうのがもう一回あるので、まあサッカーやってる中でもう一回タイトルは絶対取りたいなっていう思いでやってます。自信あふれる表情でそう話すのはチームの中心的存在、柏義文選手。2014年ヴァンフォーレ甲府からサンフレッチェ広島へ移籍。翌年 J1 優勝を経験しました。そんな柏選手の持ち味とは。ドリブルもそうですけど、まあ、パスもできてシュートもできて、まあ、かつ、何でもできクロスもできてっていうところでは、まあ、何でもできるってところを持ち味にしていきたいと思っているので。好調のように見えますが、本人はいつも調子いいんで、はい、個人的には、はい、その波なくできてるっていうのが自分の特徴だと思うので。こう言い切れるメンタルの強さが柏選手最大の魅力。先月21日に行われた川崎との試合では得点を挙げ存在感を見せつけました。プロ11年目、年齢を重ねてもなおドリブルの精度は増すばかり。彼を突き動かすものとは。サッカーが好きっていうのは、まあ、ありますし、まあ、負けず嫌いっていうのは昔からあるので、まあ、そこが、まあ、ベースに、まあ、常にあるので、まあ、練習から、まあ、こだわってちょっとした勝負事でも負けたくないっていう思いでやってるので、まあ、そこが大きいかなと思います。意気込み、頑張るぞ。柏選手、はい、好調が続いているなと感じるんですが、その要因っていうのは小泉さんから見てどう感じてますか？プレーではもう本当僕言うことなくて、うん、柏選手といえばまあそのドリブルのイメージありますけど、まあ、その年齢を重ねるごとに個人で突破するだけじゃなくて周りをうまく使って突破したり、本当にこう攻撃の起点になれる選手だなと思うんですけど、そのコンディションの良さでいうとこう精神的な強さありますよね。常にこう前向きにプレーするし、その発する言葉もポジティブなことを言われてるんで、やっぱそこが一番のその好調の要因というか、まあ彼の凄さ。まあ、実際にはうまくいかないなって思ってる時期も長いシーズンですからあるでしょうけれども、それをあまり口にはしないですよね。うまくこうポジティブに変換してますよね。まあ、いい時はもうそのチームもねうまく流れるようにこううまくいくんですけど、あんまりまあなかなか結果出ない時でも彼はやっぱりそれをこううまくピンチをチャンスに変えるじゃないですけど、常にこう前向きにプレーを引っ張ってくれる存在かなとは思います。やっぱりこうチームを引っ張って活躍してると、やっぱり若手はもっともっと頑張んなきゃっていう気持ちにもなってきますかね。まあそうですね、まあ、特にこうサイドで言うと、まあ、藤井選手でしたりね、東選手が今出てますけど、はい、やっぱ彼らにも非常にこういい刺激になってますし、自分の考えとかこう調子が悪いなと思っててもこううまく変換していく、気持ちを切り替えていくっていうのは同じアスリートとして思うことってありますか？ありますね。やっぱりもう自分がうまく走れないなと思ってても試合はやってくるんで、その中でどうやって準備するかっていうのがまた試されてるところなのかなっていうのを感じながらやってます。そのやっぱり気持ちの変換によってパフォーマンスって変わってくるものですか？変わりますね。だしやっぱ準備の時間でずっとこうネガティブにいるとやっぱりいい準備ができないので、ポジティブにやっていくようにはしてます。あとなんかこう不調とかの克服法みたいなんてありますか？やっぱりこういろんなね学生とか、ちっちゃい子たちもこううまくいかないなみたいな時ってたくさんある。ちょっとスランプというかね。思うんですよ。つまずいてる時って何か多分変えた方がうまくいくっていうことが多いと思うんですよね。でうまくいってる時に何か新しいものをするっていうのはなかなか発想にないと思うんですけど、なんかスランプだからこそ変えるきっかけになるのかなって思うので、うまくいってない時をきっかけに何か新しいことにチャレンジするようにはしてます。